はい、手のひら優雅ともみの木ひかるでございます。皆様どうもごきげんよう。元気？はい、私たちはですね、ただいまチャンネル登録1万人を目指しております。ぜひぜひチャンネル登録ボタンポチッと押していただけると嬉しいです。嬉しいです。そして4月27日、はい、和早優様をお迎えしてトークライブイベントを開催いたします。はい、まだ若干お席ございますので、興味のある方いらっしゃいましたら概要欄から応募フォームの方に、ね、ありますので、そちらからご応募ぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日もフリートークになります。イエーイ、はい、多いぞ最近すごい楽しいからね。じゃあこれももうね、最近ちょっとまた思ったことがあったからさ、はい、何ですか？だいぶ前にさ、キャトルレーブさんのグッズで作ってほしいやつみたいな話したことあったじゃない？ありました。でその時に、等身大のさき様の抱き枕を作ってくれみたいなさ結構言ってたね。いろんなこと、着せ替えができるようにカバーも替え用のカバーも作ってくれみたいなさ作ってくれ言うてな、いやあれの夢はまだ途絶えてないけど、こういうのが欲しいっていうのが出てきたからさ、はいはい、また皆さんに勝手にね聞いていただこうと思って聞いていただきましょう。まずさ、やっぱ今さ、今このね、世の中の流れに宝塚もやっぱ乗らなきゃダメだと思うのよ。そうよ ね、 ね、でしょ、だとしたらガチャガチャでしょ。ガチャガチャですか。ほらだって今さ、どこにでも結構ガチャ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 スポットってあるじゃない。 このガチャガチャ宝塚にもあった。そう、ソリオにもガチャガチャスポットできてるのご存知ですか？できてたよ昨日。だから宝塚も、絶対ガチャガチャした方がいいと思うの。なるほどね。なんかさ、なんかさ、ちょっとトップさんがアニメっぽくなってるラバーストラップとかさ、なるほど、とか、なんか組のさ、ピンバッジとかさ、なるほど、ね、各組ごとのピンバッジとか、なんかさ、ガチャガチャってどれが出るかわからへんから、はいはい、オタクとしてはコンプリートしたいでしょ、絶対。これは絶対よ ね。でもしあの月組ファンやったら、この月組さんのピンバッジ出るまで回し続けるじゃない。ほら、ほんまや、そこに経済効果あるある、お金が回る。いや、まあまあまあ、お金の話はさておきね。でもやっぱりそういうのって大事じゃないですか。なんか遊び心があってさ、こっちもなんか集めたいっていうのあるよね。そうだから楽しいでしょ、ガチャガチャって。大人も子供もなんか一緒に出たみたいなね。そうそう、じゃあちょっと交換しようとかさ、そう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 、またそこで絆が生まれたりするわけよ。そうやな、ね、だからガチャガチャって今すごいやっぱ欲しいなって思っててさ。そうやな、昔やったのがさ、トレーディングカード、これか、あったあったでしょ、10枚セットでさ、あった、めっちゃ買ったもん私。今も持ってるよ。持ってる、まゆみさん出たもん、出た、サイン付きのまゆみさん出てってなったもん。そういうやっぱ楽しみ欲しいね、なんかあれはさ、昔のその全生徒さんの乙女の写真と乙女に載ってるプロフィールが裏に載っててっていう、で誰が出るからわからなくて、トップさんはレアみたいなとかさ、あったやん。今トレカもやっぱり流行ってるわけよ。はいはいはい、ね、ありますよね。やっぱり宝塚もそれ出してほしいと思うわけ。すごいやんそれ。そしたらさ、あんなんもさ、ランダムやからさ、分からへんやん何が出るかっていう。その楽しみもあるし、また出るまで意地になって買ってやるみたいなさ、箱買いみたいな人も絶対オタクは出てくると思うんで。でもいろんな下級生とかも思えられるかもしれないね。そう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 、そういう意味でもだから全コンプリート、またそれ全生徒コンプリートしたいとかさ、すごいよそれ、出てくるかもしれないし、まあ、もしくは組ごとに分けていただいてもね、いいし、前世と一気にでもいいと思うけど。そういや、なんかさ、そういうのを考えたらさ、じゃあもう娘役さんばっかりのトレカン出しますとかさ、そうやな、めっちゃ楽しいやん。楽しいと思う。なんか買う方にもなんかもっと楽しみがあると、よりよくグッズをなんか集められるというかさ。で、あとやっぱりさ、この時代さ、アクリルキーホルダーとアクリルスタンドじゃないですか、最近なんか出たんでしょ、キャトルレーブさんからアクリルスタンドって。見ましたよ。見た？見たっていうかね、知ってますよ。なんかちょっと話題になってたよね。話題になってた。私全然どんなものか知らないんですけど。値段知ってる？いや聞いた。7000円でしょ？7000円ですよ。いや私正直、これ正直ね、アクリルスタンドで7000円ってめちゃくちゃ高いって思って、びっくりした。だってさ、やっぱさ2000円ぐらいまでのものっていう、はいはいはい、イメージがあるからさ、7000円は聞いたことないわ。聞いたことないよね、どういうことと思ってさ、まあ、さすがにそれはちょっとキャトルレーブさんというか怪奇団さんやりすぎなんじゃないかなって正直ちょっと思ったんですけど、
いや本当これ誰が買うねんですよね。誰が買うんこれ。いや買った方いらっしゃいますか。そんなちょっと正直あの見上げていらっしゃったら、あの買いましたっていうのが、うん、あでもファンの人は買うんかな。いやでもさすがに私はな、それはいらんかなって、1500円ぐらいのやつが欲しいなって思うんですけど ね。買いました。こうたんかい。すいません。なんやねん今の。すいません、散々悪態をついて失礼いたしました。いやでも正直やないか。いやでも正直さ、ビビったよ。ビビったね。ビビったよ。ビビった。え、いや7000円にそこに何が詰まってんやろって思ったわけよ。思ったね。でまあまあ私さきさんも好きやし、うん。好きです。これはちょっと一回どんなものか。はい、すいません、こう買うやついました、ここに。ここにいた。7000円でも買うやついました、すいません。いやでもね、すごいよな。この箱からして、うん、高級感ある。キラキラしてる。いや。オーロラや。だからこの110周年の記念のアクリルスタンドっていうことなんですよね、うん、そうなんですよね。すいません、あの本当はこれ著作権とかあると思うんですけども、うん、これはあの商品レビューということで今回ね、そうです、もうあの 出させていただきます、はい、すいません、キャタログレビューさん、はいはい、じゃあせっかくなんでまだ開けてないんですよ、うん、これなんか開けてない、まあね、外 の、 あのビニールを切っただけでだけ中を見てないので、ちょっと皆さんと一緒にどんなんなんやろ、ね、7000円見ていきたいと思います。はいはい、じゃあせっかくなのでね、ちょっと開封してる様子もあの別カメラで手のひら撮影で、はいはい、開けていきたいと思います。思います。箱すごいね、ほんとすごいね。いやこれは7000円の箱やったわ。そうね、これね。うん、でその辺のアクスタは普通のなんかペラペラに入ってはるからね。うん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 。 LED 台座付きアクリルスタンド、よいしょ、説明書。おお、なるほど、こういう感じね。こういう感じですね。なんかね、グラデーション変化、3色変化、7色変化、3色変化、低速。おお、すごい。あ、なんかいろいろなレインボーで輝くんですか。あ、そしてなんか入ってますね。来たね。110周年のこれはポストカードですね。さき様買ったから、やっぱさき様が、さき様入ってます。足長いな、いいね。はい、そしてうん、来た、いよいよ来ました、さき様アクリルスタンド。やばい、すごい。これ何センチぐらいある。私の手で開くぐらいから20センチは余裕である。20センチある。ある、すごい。がある、上に見にくいかな。あ、ほんまや、持ってますね。ほんとや、ほんとや。でこういうのがあって、おう、わ、来た、はい、これ110周年と書いた、書いてる、これが光る元凶ですよね、きっと。後ろにはない、もしかして電池が入る3つ、炭酸電池3つでも光らせられる、はい、そしてこっちには USB もついてるので、ほう、あ、 C 端子ですね、うんうんうん、あ、こっちがで、あの USB で光らすことができると。こうこうこうの、はい、差し込むだけでした。刺すだけです。こっちちょっと見てて、はい、こんな感じです。ただ差し込むだけでこんな感じです。おー、かっこいい、かっこいい。はい、じゃあ、 あの線つないだので、うん、一回電気つけてみたいと思います、うん、この後ろにねボタンがある、はい、せーの、ピョン、あ、光った、光ってる、紫、はい、あ、これだんだん色変わっていってるのかな。めっちゃええやん。すごいね、すごいやん。あ、緑きた。で、なんかあのいろいろ変わるって言ってたよね。で次押したら、あ、なんか早く変わる。ちょっとクリスマスツリーみたいな。いや、さき様輝いてる、輝いてる。次、あれ、分かる、次、あ、固定、固定やな。あ、ゆっくり変わってる。ゆっくり変わった、ゆっくりバージョンですね。え、すごー、かっちょえー。あ、これは7000円するわ、ね、これするね。これ
撮ったら、あ、さき様だけ、うん、根元だけ光るか、根元だけ光る、やっぱこれがないとあかんね。うわーすごー、え、すごいね。あ、これはちょっと、うん、ファンの人ね、好きなスターさんがトップスターさんでいらっしゃる方はいいじゃない、価値あるかもね。すごいな、これ暗くしてやってみる。あ、ちょっと総本前ね、ちょっと暗くしてみましょう。暗闇に浮かび上がるさきさん、もうあれやな、今年はクリスマスツリーいらんな、いらんな、これいらんな、これでこれになんか飾り付けをして、うん、クリスマスを楽しめるね。そうね。はい、こんな感じで光ります、ね、すごい、すごい、はい、というわけで、うん、まあね、今日はちょっとあの、うん、キャトルレーブさんの、はいはい、あの商品レビュー、レビューです。こんなん初めてやね。初めてじゃないか。でもこんなん出したことないもん、そういう、ね、1回のゆずかさんの VR をね見るっていうのをやったことありますけど、あれ以来ぐらいのね、うんうん、感じよね。そう、あのこれでちょっと興味持ちましたとかね、うん、いやでも7000円はとかね思うよね、うん、まあ、ちょっと躊躇する値段ではね、うん、アクリルスタンドって聞くとあると思うんですけど、うん、まあ、これだけ光るんやったらまあまあっていう、 そう、まあ、そして110周年というこの記念すべき、ね、記念品やね、うんうんうん、っていうとまあまあまあ それ相応のお値段なのかなっていうふうには、うん、思いました。またあのキャトルレーブさんのね、今後ともファンの心をくすぐるような、うん、とりあえずガチャガチャは出していただきたいと思います。そうですね、あのグッズ楽しみにしてますので、はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは手のひらゆがともみの木ひかるでございました。ありがとうございました。さきさま、さきさま、かっこいい。高評価ボタン押してくれたら泣いて喜びます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。